佐々木和樹は兵庫県出身のサッカー関係者。1951年8月31日、兵庫県神戸市生まれ。私立の山手小学校を経て、幾田中学卒業。関西学院高等部に進学。1974年、関西学院大学卒。日産自動車に入社。選手経験はなく、日産サッカー部マネージャーとして、 チーム強化に携わった。1988年に日本サッカーリーグ事務局長。1991年にそれを発展した日本プロサッカーリーグに移り、1997年同事務局長に就任。2002年から J リーグ理事就任。2003年日本サッカー協会理事。2010年。 ハブヒデユキの東京ベルディ1969社長専念に伴い空席となった J リーグ事務局長に就任することになった。2012年3月 J リーグ事務局長退任。2012年4月より J リーグエンタープライズ代表取締役社長。夢を実現した奇跡をたどる J リーグを作った男、佐々木和樹第一回。 大隅義行2012年5月31日、ハブは経営危機にあった東京ボルト再建のために事実上 J リーグ直接管理下に置かれた2010年6月に J リーグ事務局長兼任で東京位社長に就任。当初は再建のめどがつくところで退く予定だったが、続投要望が現場で強かったため J リーグを退職して東京位に完全移籍した。 ありがとうございます。